センチコガネは、甲虫目、コガネムシ状化、センチコガネ科に分類されるカブトムシの総称。フンやフニクを餌にする、いわゆるクソムシの一群で、金属光沢のある、鮮やかな体色をしたものが多い。日本語ではその中の一種フェロトゥループスリービストリアタス、モチルスキー、1857オサスが、他にも多くの種類がある。成虫の体長はセンチメートル前後の小型の、 カブトムシで、コガネムシ科の昆虫より胸部が大きい。また、前肢に縦の筋がある種類が多い。体は、金属光沢のある黒色で、種類や地域個体群によって紫、緑、藍色、金色などを帯びる。成虫、幼虫ともに糞を食べるクソムシである。ワミ用の、センチは、便所を刺す。接賃がなまったもので、糞に集まる性質に由来する。 成虫が出現するのは、夏で、牛や馬などの糞、または、動物の死骸や腐ったキノコにも見られる。夕方に、地表付近を低く飛んで糞などの餌を探し、夜には10日にも飛来する。ただし、センチコガ金の地域個体群によっては、飛翔筋が退化しており、歩行のみで移動する。交尾したメスは10分を、途中の巣穴に引き込んで、これで育児球を作り、それに散乱する。 この時、育児球を枯れ葉で包むことが報告されており、この点が、小金虫科のクソムシの育児球と異なる。孵化した幼虫は、育児球を食べて成長する。クソムシとして、自然界の物質循環に果たす役割は大きい。また、金属光沢のある、鮮やかな体色から、他のクソムシ同様に、昆虫採集の対象ともなっている。 センチコガネ科の昆虫は世界に3赤、25属、約600種が分布する。ただしセンチコガネ科ではなくコガネムシカ、センチコガネアカ、ジオトラピニーとして扱う説もある。また、近縁のムネアカセンチコガネ類も、センチコガネ科とする説、コガネムシカのイチア赤とする説、独立したムネアカセンチコガネカボールボセラティデイとする説があり、分類は流動的である。 センチコガネの一種ジオトゥループスバーナリス。日本列島に分布するセンチコガネ類は3種が知られる。日本の都道府県で多数の種がレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。